変身マロマロワロマロ。おい新一。なんだ新一。このミステリー小説の犯人が全然わかんないんだ。わかるか。真実は一つ。新一、お前の口が臭いって言ってたんだ。マロ、こっちの栄一の方が臭いぜ。栄一だと。あと俺の名前は工藤敏一。探偵さ、俺は何なんだよ。お前は新一だ。新一 ABC 一番近いじゃねえか。新一によ、ちょっとずるいな。ラッキーボーイはぁ、くぅ新一兄ちゃん、あなんだよ。おいおい、どうしたんだ。家のポストにこんなものが入ったんだよ。てか待て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 、お前俺だろ。お前俺だ俺だ。お前俺だろ。あんまりイメージないけど足の傾向冷凍車の前だろ。絶対違うんですよ。今日家に帰ったらランネちゃんがいなくなってて。何、代わりに代わりにポストにこんなものが。なんだこれ。ちょっと読んでみて。開けるぜ。おい、なんだこれ。これはもしかして、これはライアーゲームのお誘い。違う読み上げるぞ。お前たちの仲間であるランを預かった。おいおい、なんだランを助けたければ暗号を解いてみろ。暗号を解き明かしていけば居場所がわかるだろう。ランマジか。よいよい、これラーン早い。ラン姉ちゃんは多分捕まっちゃったんだよ、悪い奴らに。大変だ。でも新一兄ちゃんたちは3人もいるから、こんな謎一瞬で解いてすぐラン姉ちゃんを取り回すか。あったよ、よろいでほぼよ。ギーバターンバーン。これとこれが暗号みたいですね。とりあえずこれを解いてみれば、まあ居場所が分かるのか、もしくは居場所が分かるヒントが手に入るのかって感じみたいだね。なるほどね。6色の星に1から7までの番号、そしてこっちは12マスのマスに数字と英語、そしてカタカナだ。カゾイズシウテ。これだけじゃないのか分かんねえな。あーなんだ、うーん、あああ早いな。分かったぜ今。マジで言ってんのか。マジで分かったぜ。これ何色だ。赤色だよ。他の言い方を言ってみろ。レッド R-E-D つまり3が D だ。おい、ちょっと待って、もういいのかこれ。待て待て待て、言っといていい。そうじゃない。こういうことだろう。これを例えば数字順に並べ替えてみる。誰かやるんですか。さあ、なるほどな。ってことは出たのベドウェイ。違う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 、別に分かってない。ベドウェイのベベッド。ええ、でも何、なんだ、ええ、え、普通に読んでください、そのまま。えとりあえず3つ、もうちょっと向こうに寄って、もうちょっと向こうに寄って。はい、あれ以上じゃない。なんでそんなに言う時で自慢気なんだよ。簡単な話だ。はい、ベッドの上。ああそのまま読めばいいか。言えたのかと思ったぜ。ベッドノーブだと思ったぜ。しかしこいつが分からない。そうだね、まあベッドの目は後で調整するとして、それとは別にそっちを一回調べたいね。だからもしかしたら別で考えていいのかもしれないね。なるほどな。この形は何だ。この形からまず想像する。番号は絶対に関係あるはず。なぜ謎にアルファベットがあるのか。 G と E。 やべえ、サッカーボールがパンパンになってきた。何の比喩。何のことだ。本当に難しくなってきたぜ。これでラン姉ちゃんベッドの上にいたらおもろいけど。何ですかそれ。なんだ。え、これ本当にわからないな。難しい。やべえだろ。それだけは言っちゃいけねえ。難しい。こうやってやると集中力が上がるって言ってな。それはデカグリーンか。大正解だ。ウェーイ、じゃあ次の問題な。ああ。この番号楽しいな。こっちですよ。大好きなラン姉ちゃんの命が危ないから。そうだった。ラン。ちっちゃい声。ラン。ベッドの上とりあえず行ってみるってのはどうだ。どこのベッドかも分かんないよ。そうだ、これはどこを示しますか。ベッドがある場所を考えればいいのか。ついさっきまで僕たちグーグー寝てたよ、あそこで。あそこにもし何がいたら追っ始まっちまう。新一兄ちゃん童貞でしょ。なそうだ、俺をするの新一童貞だ。探偵だみたいに。
え、お兄ちゃんたち何してんの？ああ、坊主。どうしたんだ？お兄ちゃんたち何してんの？何してんの？決め、坊主。違う違う違う。三つ彦か、お前。今ね、今僕たちは大事な暗号を解いてるから、ちょっとどっかに行ってて。悪いな。あ、そうなんだ。ああ。それより向こうで女の人からこれをもらった。あ、じゃあよこせ。今、レッツゴーって言ったら、一緒にレッツゴーと言ってください。レッツゴーだよ。変わった合図だぜ、うん、せーの、レッツゴー。頑張って、バイバイ。変なやつだぜ。待て、レッツゴーって言ってもいいんだな、あいつ。レッツゴー、レッツゴー。あいつまさか外国人。新一兄ちゃんたち、どうしたんだよ。マジカルかか行くか。レッツゴーと言ったらレッツゴーかな。マジカルレッツゴー、マジカルレッツゴー、レッツゴーと言ったらミニオンくん、ミニオンと言ったら早い、早いと言ったらチーター、チーターと言ったら毛があまりない、毛があまりないと言ったら、あ、えい、え、バロー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 、バーローども、謎は全て解けた。レッツが5個なんだよ。レッツ5個と言ったらレッツゴー、レッツゴーと、レッツゴー、レッツゴーと、あ、レッツゴーとっていうことは行じゃなくてレッツってことは横、横読み、縦だろ絶対。え、レッツって数字が意味なくなっちゃう。レッツってどっちだっけ。いやでも今までずっとその考え方やってるよ。やってない、わからない。なんだ、バー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 。え、わかった。え、いやわかんない、まだわかんない、なんかぽいなって。いいじゃん、1の列か0、し一画でかけるのは0だけだろ。うん、だから0だ。四角のやつだ、ゾだ。うん、お3のやつはうだけだ。2、こだけだ。はっはっ、冷蔵庫になったぜ。おお、ほいほいほい、これそれだ。これで違ったらすごい困っちゃうけどな。はい、なんかわからんけど冷蔵庫見てみるべきだと思う。そうだね、さっきはベッドの上を見に。あれ、お前開けたぞ。え、さっき水飲んでみたいな。いや、お前それで気づいてなかったけど。逆にすごいけどな。一回じゃあちょっとカメラ持って見ましょう。キーボタン、カチコバーン。バーロードも行こう。バーロード、仮にも自分だぜ、バーロー子。じゃあ開けるよ、バーロー子。キーボタン、なんもないぜ。よく見るんだ。なんだ、何かあります。え、こんなものないぞ、絶対に。なんだなんだ、誰かが持ってきた高級なカステラとかじゃないよね、これ。なるほど、それは暗号だ。キンキンに逃げてやがる。キンキンの宝箱を開けるかな。キーパーだ。じゃあまさかまた、ショーだ、ランネちゃん、ショーだ。一旦このショーを開ける前にベッドの上を見に行こう。あー、じゃないからな。なんだこれ。ベッドの上、ベッドの上、あ、なんか綺麗になってるぞ、さっきよりベッドが。めく、ピンクだろ。一斉にめくるか。じゃあ、三人とも一斉にめくろう。ああ、せーの、バロー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 、今真のバーローだよ。戻ろう、戻るぞ、バロー事務所に戻ろう。いやー、帰ってきたな、モーリーファンタジーに。いやいや、もうモーリー、モーリー、モーリー探偵事務所だ、確か。じゃあ、とりあえず片方読んでみますか。じゃあ、最初に解読したベッドの方行こうか。うん、こちらだ。あ、またこういうの。なるほど。うーん、なるほどね。まあまあまあ、よかろうよかろう。そしてもう一個冷えてる方が同じ。同じ、なるほどなるほど。これは二つ組み合わせとくっぽい気がしない。ああ、
こっちは角が白なのにこっちは黒なの、うん、チェスみたいね。さあ解読していこう。ああ、うん、堪能と読めるか。一旦ワード探すのやめないかお前。絶対違うから。堪能かけてみるってのはどうだ。これだ。ここに堪能。ずれてる。ずれてる軸が X 軸がずれてる。ここにナンはいますか。ナン。ナンは誰ですか。ナンはこれです。じゃあ。捕まえろ。サッカーボール。サッカーボール。ファーロー。マジで自由に動くから本当に取るの大変なんだけど。なんだよこれ。